ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。わあ、じゃあ、今日も一段と賑やかだな。魔理沙もこの映像見てよ。飲食店にいきなり車が突っ込んできてガシャーンってなって、人がピョーンってバーンってドーンってなって。映像見てなかったら何がどうなってるのか全然わかんねえよ。信じられない映像で検索したら、これが出てきたんだけど、こんなのほんと信じられないわよね。霊夢の説明力のなさの方が信じられないぜ。私にこの映像はちょっと衝撃が強すぎたわ。マリサ、何か気分転換になりそうな話ないかしら？それなら信じられないにちなんで、信じられない雑学を教えてやろうか？いいわね、聞かせてちょうだい。それじゃあ今回は、にわかには信じられない雑学十選を解説するぜ。お願いします。一つ目、稲川淳二はグッドデザイン賞を受賞したことがある。怪談家としてテレビやラジオに引っ張りだこの稲川淳二さん。そんな彼には怪談家とは別の顔があって、そのおかげで、過去にグッドデザイン賞を受賞したことがあるんだぜ。あの稲川淳二さんがグッドデザイン賞？一体何を作ったの？稲川さんといえば怪談のイメージが強いと思うけど、実は彼の本業は工業デザイナーなんだ。意外すぎるんだけど、有能なデザイナーをたくさん輩出している、桑沢デザイン研究所っていう専門学校があるんだけど、彼もここの卒業生なんだぜ。根っからのデザイナーなんだね。そうだぜ。過去には新幹線の検察機や、バーコードリーダーを手掛けたりしたんだけど、彼が制作した灯籠に似たデザインの車止めが、1996年度のグッドデザイン賞に選ばれたんだ。すごくオシャレそうな車止めだね。見た目はすごくオシャレだぜ。ただオシャレすぎて、車止めだって言われないとわからないけどな。ちなみに一般的な車止めは、1個数千円から2万円ほどなんだけど、稲川さんが考案した車止めは、当初1個5万8000円の値がついていたんだぜ。車止めというより、ちょっとお高いインテリアね。二つ目、どんなに強く握っても生卵を握りつぶすことはできない。握力自慢の一環として、リンゴを握りつぶしている映像を見たことがあると思うけど、リンゴを握りつぶせる握力の持ち主でも、生卵は絶対に握りつぶすことはできないんだぜ。卵ってちょっとコツンってつぶけただけで割れちゃうのよ。それだけ脆いんだから普通に握りつぶせるでしょ。ほい、生卵。ふん、全然つぶれないなんで？卵っていうのは特殊な構造をしていて、卵全体に均等に圧が加わると割れないんだ。だから手で包み込むように握ると力が均等にかかるから、どれだけ握力のある人でも、簡単に割ることはできないんだぜ。簡単そうに見えて全然割れないから、びっくりしちゃった。ちなみに今現在残っている古代ローマの建造物にも、卵と同じような形をしているものがたくさんあるんだけど、その残存数って結構多いんだ。卵の形はそれだけ強度が強いってことね。三つ目、アンデスメロンは安心ですメロンの訳。メロンのブランドといえばどんなものがあるか知ってるか？ん？夕張メロンとマスクメロンくらいしか思いつかないわ。どっちも有名なメロンだよな。その他にもメロンは様々なブランドがあるけど、メロンが大衆に広まるきっかけになったものがある。それがアンデスメロンだ。食べたことはないけど聞いたことはあるわ。アンデスメロンは網目模様が細かくて、市場に登場するとともに大人気となったメロンだ。そんなアンデスメロンの名前の由来って何だと思う？アンデスってついてるから、アンデス山脈と関係があるのかしら？確かにアンデスと、聞けば真っ先に思い浮かぶのはアンデス山脈だよな。でもアンデスメロンは日本で生産されたメロンだし、アンデス山脈とは全く関係ない。実はアンデスメロンの名前の由来は、安心ですメロンを訳したものなんだ。こんなの教えてもらわないと絶対にわからないわ。確かにな。消費者が買っても安心です。お店で売っても安心です。生産者も作って安心です。の3つのアピールポイントの、安心ですとメロンを掛け合わせているんだ。メロンの話を聞いてたら、無性に食べたくなってきたわ。4つ目、ガムテープを思いっきり剥がすと光る。梱包の時などに欠かせないガムテープ。日頃使うことが多い道具だけど、ガムテープを思いっきり剥がすと光るって知ってるか？今まで数えきれないくらいガムテープを剥がしてきたけど、光ったことなんて一度もないわよ。ガムテープを光らせるにはやり方があるんだ。どうやればいいの？まず20センチくらいに切ったガムテープを2本用意して、そのガムテープ同士をくっつける。そして部屋を暗くして、くっつけたガムテープを一気に剥がす。するとガムテープの粘着面が青白く光るんだ。へえ、それはやったことなかったわ。どうしてこんな現象が起こるの？強くくっついているガムテープを一気に剥がすことで摩擦が生じ、2つのガムテープそれぞれに、プラスとマイナスの電気が発生する。この放電によって光るんだ。ちなみにその光に触ったら、どうにかなっちゃうの？神秘的な光ではあるけど触ると結構痛いぜ。冬の季節とかにセーターを脱いだりドアノブを触ったりすると、静電気でバチってなるのと同じだ。なるほど。
見るだけに止めておいた方が良さそうね。5つ目、少年よ大志追いだけのクラーク博士は詐欺で訴えられたことがある。北海道開拓の父の異名を持ち、少年よ大志追いだけという言葉を残したウィリアム・スミス・クラーク。現北海道大学の初代教頭として、明治9年に日本に招かれ、植物動物学などを教え、多大な影響を与えた人物だ。実際に見たことはないけど、北海道にクラーク博士の銅像があることは知ってるわ。そんな大きな功績を残したクラーク博士だけど、実は過去に詐欺で訴えられたことがあるんだ。すごく偉大そうな人なのに、一体何があったの？日本での任務を終えてアメリカに帰還したクラーク博士は、大学を設立する資金を作るため、ジョン・ボスウェルという人物と共に、鉱山関連の会社を立ち上げた。けど後に、その会社の資金をボスウェルが使い込み、挙句の果てに逃亡してしまったんだ。クラーク博士は完全にパートナーを間違えちゃったのね。そして会社設立のために出資した人たちから、クラーク博士が詐欺で訴えられてしまったんだ。完全なとばっちりじゃない。クラーク博士は貧乏くじを引いちゃったのね。最終的に無罪になったものの、これがきっかけでクラーク博士は、心身を病んでしまったんだ。今も、相方が起こした不祥事で、被害を被った芸能人とかも多いし、いつの時代も人選は大事ってことね。ただクラーク博士には、この他にも意外な事実がある。クラーク博士の教え子である北海道大学の卒業生の中に、伊藤和隆という人物がいる。彼は酒の孵化事業や石油関係の事業で成功した人なんだけど、実はこの伊藤氏、タレントである中川翔子の高祖父にあたるんだ。クラーク博士と中川翔子につながりがあることにも、中川翔子の先祖がすごい人だったってことにもびっくりだわ。6つ目、徳川慶喜は大のカメラオタクだった。明治維新がきっかけで、将軍に君臨してからわずか1年でその座から退き、その後は隠居生活を送っていた。徳川幕府最後の将軍である徳川慶喜、隠居ということで、質素な生活を送っていたかと思いきや、日々趣味に打ち込み、結構エンジョイしていたんだぜ。いいな。めっちゃ楽しそう。慶喜にはどんな趣味があったのかしら？彼はとても多趣味で、手芸、農学、囲碁、絵画、釣り、弓道、狩猟などを好んでいたって言われているぜ。めっちゃ人生楽しそうじゃん。私もこれだけいろんな趣味があったら、毎日もっと楽しいだろうな。でもそんな慶喜が一番のめり込んでいた趣味がある。それがカメラだ。意外すぎる。せめて剣道であってほしかった。織田信長みたいに、慶喜も新しいもの好きだったみたいだぜ。家から見える風景を撮影したり、当時静岡県に住んでいたことから、静岡の名所を撮影して回ったりと、かなりのカメラオタクだったんだ。鉄道が存在した時代に生まれてたら、鉄道オタクになってたかもしれないわね。かもな。そして慶喜の面白いところはこれだけじゃない。風景を撮影することも多かったんだけど、彼が一番思い入れのあるものが自撮り写真なんだ。慶喜なるし、慶喜は時代の移り変わりとともに、自撮り写真を撮りまくっていたんだ。ちなみに写真の腕前はどうだったの？残念ながら写真の才能は皆無だったらしい。なんか徳川最後の将軍ってすごく人間味のある人だったのね。7つ目、武田信玄は男色で恋人に浮気を疑われたことがある。霊夢は男色として知られている歴史上の人物をどのくらい知ってる？確か織田信長と豊臣秀吉と、あと武田信玄も男好きって聞いたことあるわ。有名な歴史上の人物で男好きな人って結構多いよな。その中でも武田信玄には男色にまつわる面白い話があるんだぜ。なになに？甲斐の虎の異名を持ち、戦国最強とも言われている武田信玄には、高坂正信という恋人がいたんだ。あれ？この人なんか聞いたことあるような。高坂正信は武田信玄の家臣で、武田四天王の一人と言われた武将だ。向かうところ敵なしの最強カップルじゃない。でもそんな二人の間に溝ができてしまったことがあった。武田信玄の浮気疑惑が浮上したことがあったんだ。もしかしてその浮気相手って、もちろん男だ。そして武田信玄は浮気を弁解するために、高坂正信に手紙を送った。どんな内容だったのかしら？手紙の内容を要約するとこうだ。彼を口説いたことは認めるが、その度に腹痛を理由に断られ続けたため、彼と夜共にしたことはない。口説いたことを認める潔さはあるみたいだけど、相手が断らなかったらやってたってことだよね？そのあたりはご想像にお任せするぜ。ちなみにこの一件の後、武田信玄と高坂正信の関係がどうなったかは不明だ。やっぱり別れたか、溝を埋めるべく熱い夜を過ごしたかのどっちかでしょうね。8つ目、消しゴム代わりに食パンが使われていたことがある。鉛筆を消す道具といえば消しゴム。今じゃ当たり前のことだけど、一昔前までは消しゴムの代わりに、食パンが使われていたことがあるんだぜ。食パンで鉛筆が消せるの？
というかその頃消しゴムはなかったの？そうなんだよ。鉛筆が開発されたのが1565年で、ゴムで字が消せることが判明したのは、それから約20年後だったんだ。だからこの間、人々は、消しパンと呼ばれる食パンで字を消していたんだぜ。消しパンって私たちが知ってる普通の食パンとは違うの？消しパンは、日数が経って味が落ちてしまった食パンのことだ。耳の部分は使わず、白い部分を丸めて文字をこすって消していたんだぜ。味が落ちてるとはいえ、お腹が空いてる時は、思わず食べちゃいたい気分になるわね。霊夢だったら、鉛筆で真っ黒になった消しパンでも食べそうだな。でも現代においても、ある現場では消しパンが使用されているんだぜ。消しゴムどころか修正液まで存在しているこの時代に、どこの民族？文明が遅れてるとかじゃなくて、木炭デッサンの現場で消しパンが活躍しているんだ。今の鉛筆じゃ消しパンではなかなか消せないけど、木炭デッサンで使われる木炭紙は、消しパンを使った方が独特な風合いを出せるということで、今でも活用されているんだぜ。アートの世界で食パンが活躍してるとは思いもしなかったわ。9つ目、初めて宇宙に行った生物はハエ。宇宙ステーションの開発や宇宙の探査など、宇宙に関するニュースが話題になる今日。初めて有人宇宙飛行に成功したのは、誰もが周知の通りユーリー・ガガーリンだ。地球がどれほど青い星なのか、実際に見てみたいわよね。気軽に宇宙旅行できる日が待ち遠しいよな。でも人類で初めて宇宙に飛び立ったのはガガーリンだけど、実はそれ以前に人間以外の生物が宇宙に飛び立っているんだ。宇宙に行ったのは人類が初めてじゃなかったのね。ああ、そして一番最初に宇宙に飛び立った生物は何かというと、ハエなんだ。予想外すぎる。でもハエだったら宇宙でも生きられそうな気がする。この時宇宙に行ったのはミバエという名前のハエで、日本を含め世界中に4000以上もの種類がいる。宇宙空間での宇宙被曝を調査するために、1947年にアメリカがミバエを宇宙に打ち上げたんだ。それで打ち上げられたミバエはどうなったの？健康な状態で無事に地球に帰還したぜ。無事に帰ってこれたのね。相手はハエだけど涙が出るくらい感動的な話だわ。10個目、調理前に鶏肉を洗うと食中毒になる。コスパも良く、桃や胸など様々な部位を美味しく食べることができる、食卓の救世主的存在の鶏肉。ただ中には鶏肉を調理するとき、表面のベタベタがを洗い流そうと、調理前に鶏肉をシンクで洗う人もいるだろう。私も洗うときあるわよ。表面に赤くて血みたいなのがついてたりするから、そのまま調理するのは気持ち悪くて、それでよく今まで平気だったな。どういうこと？生の鶏肉を水で洗うと食中毒になってしまうんだぜ。どうして？水洗いした方が菌を洗い流せそうな気がするのに。その逆だ。生の鶏肉には食中毒の原因となるサルモネラ菌などが付着していて、水洗いすることによって、付着していた菌がシンク中に飛び散ってしまうんだ。その後シンクで野菜の皮むきなんかをしていて、誤ってシンクに野菜を落としてしまったりなんかしたら、その野菜に菌がついちゃったり、そしてそうとは知らず、その野菜でサラダなんかを作った時には、考えるだけで鳥肌立ってきちゃった。鶏肉を使う時は、絶対に水で洗わないようにするわ。今回の解説もすごく面白かったわ。今度友達に会ったら、教えてもらった雑学披露しちゃおっと。盛り上がること間違いなしだな。それはそうとなんだかお腹空いてきちゃった。他人丼でも作ろうかしら。霊夢、今何洗ってるんだ？え？何って鶏肉。いつもの癖で洗っちゃった。それじゃあ、今回の動画はこれでおしまいだぜ。また、見に来てね。この動画が気に入ったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。